ようございます。今日もですね、相変わらず新宿バスタから出発したいと思います。今回はですね、今ちょっと花粉の季節なんで、ちょっとね、花粉が出てる間1ヶ月間ぐらい沖縄の方に行こうと思ってます。1ヶ月間の期間の中で3回沖縄行って、11のホテル今予約してますんで、まあ、かなりコスパの良かったホテルを全部紹介したいと思います。でまず皮切り、最初の1軒目のホテルが中泊インっていう SNS でめちゃめちゃバズってるあのホテルがあって、これから新しくなるみたいなんですけど、その新しくなる前の中泊インちょっと見てみたいなっていうので、今回はね、まず一回ね、あのそちらの方に泊まっていきたいと思います。なのでこれから羽田に行こう。あんちゃんって花粉症じゃないの？そうなの？一回もなったことないんだ。いいね。はい、アナにも着きました。チェックインしてきます。たまにはね、手荷物預け所、これね、やり方知ってる？みんな、まずこれ、これ、まずこれ、まず置く。いらっしゃいませ。荷物は一つずつ。で、バーコードを載せる。確認、確認、確認。これをここにつける、うん、こんな感じでつけて、それで確認。さよなら。最後手荷物書持って終わりです。こちらね、いつもね、使用機のシューマイ弁当買ってるお店です。いいね、これ空港に味噌汁売ってますよ。これライスバーガー専門店ね。そこにシューマイ弁当が売ってる、いつも通り。いいね、860円。やっぱり毎度毎度この崎陽軒のシューマイ弁当をね、買うのがステータスになってますね。こちらのね、お味噌汁はね、お弁当と買うと140円が200円になります。ほら、美味しそう。しかもね、コーヒーは半額です。ちなみにね、あのお酒買おうと思ったんですけど、お酒の販売は11時からだったそうです。はい、裸にしてやるぜ。はい、はい、いつもの、いつものやつ。美味しそう。安定のシュウマイ弁当でございます。うん、今日もうまい。さあ、いよいよ登場だ。わあ、広い、広いね。おお、いいね。今日は B787、 広い。快適ですか？到着。はい、沖縄到着しました。おー知ってる。はい、 ABC レンタカー乗りますよ。今日はね、レンタカー借りてるんでね、 ABC レンタカーで乗ってきます。送迎してもらいます。はい、ね、バスでね、送迎してもらって、車で大体ね、5、6分ぐらいで着きましたね。はい、これからね、受付してレンタカー借りていきます。今ね、空港着いて ABC レンタカー、まあ、借りて、これからですね、中泊インがある恩納村に行くんですけども、今回はね、行きがアナで撮ったんですけど、結構ね、ギリギリで撮ったんでマイルで撮りました。で、今回はね、行きが1万500マイルかかりました。帰りはピーチで撮ったんで、ピーチが、8000ぐらいか9000ぐらいだったんですけど、今回アナで1週間前ぐらいに発表するフラットマイルっていうのがあるんですよ。で、フラットマイルっていうのが、1週間前にその行ける区間を選べるんですけど、アナがその東京沖縄間っていうのは今回はなかったんですよ。で、あったら6000マイルとかで行けたんですけど、やってなかったんで、まあ泣く泣くの普通の値段でね、来たんですけども、ギリギリでもマイルで取ればね、1万500マイルぐらいで行けるんで、まあ良かったなっていうのと、今回の ABC レンタカーね、恩納村まで行くんでレンタカーあれなんですけど、2日間、今日と明日の2日間で
値段が5200円ですね。面積保証、事故った時に貸せない部分の保証しますよっていうのところが2日間で1100円ですね。1550円、そんな感じの価格帯でした。でこれからね、安全運転で女の子に行きたいと思います。来ましたね、中戸マイン。これが噂のもろ女村ですね。隣にワンカラっていうラウンジ、これ中戸マインのなんか食堂かな、食事と宿泊って書いてある。これが入り口ですね。あっちがあれかな、朝食会場かな。さあ今日は203号室ですね。お、ここにエレベーターがある。あ、自販機もあるな。3階建てですね。おお、こっちですね。おお、すごい。あっち、なんかでも打ちっぱなしみたいな感じの骨組みになってますね。206か、これが205。あ、この4段上がってすぐって言ってたな。あったあった。まずこれが鍵ですね。行きましょう。おお、開けました。あー、なんか、あ、でもなんか雰囲気いい、いいよ。なんか木の感じがウッド調になってますね。え、初めてこういうタイプ。これ、え、これ土足でいいのかな。あ、違う、スリッパ。いや違うな、土足でいいんだな。なかなか渋いですね。ま、海も見渡せるしね。渋。ここはなんだ。お、ここ、あ、なるほど、おー、こんな感じなんだね。お風呂、お風呂沸かせるタイプですかね、これ。沸かせるのか、ロートイレと。なるほど。一応、軽くアメニティを見ときましょうかね。シャンプーとりとりとね。なるほど。ここから行くと、はい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 。あ、でもなんかね、エアコンもすごい綺麗だし、空気清浄機もあるし、いいんじゃないですか。うん、これ冷蔵庫もあります。ポットもあるしね。まあ普通のホテルとして全然いいじゃないですか。ちょっと外出てみましょうか。あ、でもほらテラス席があって、あらいい、あら、ここでお酒でも飲める感じで。あ、広いですね。あー、ほら、でもすごい海が一望できますよ。いいですね。これね、おトイレはちょっと見えちゃう系ですね。これカーテン閉めてすると見えない。こちらね、なんかマイナスイオンが出す木がありますね。それと歯ブラシはね、2つありますね。あ、でもね、確かに歴史を感じますね。でも沖縄ってね、こういうの、ね、錆びやすいんだよね、絶対。他のところも、でもそんなに思ったほどね、全然。ここは立ち入り禁止か。こっち裏側はこんな感じです。ちょっと森っぽくなってます。上もちょっとだけ見ましょうか。なるほど。じゃあ、うん、あ、なんかテラスありますね。あ、ここ喫煙室か。ありますね。キックボードとかある。お、あ、せっかくね、海が広がってるんでね、あっちの方も見ていきたいと思います。